けんな。ウェルカム山形。俺も生きてたでしゃあないねん。ふざけんなよ。全然守れてへんやん。ルミやることがあってよかったな。いつか本出すなら今やめて。しませんよ、思い出したりなんてしないです。今日のスタジオ最悪だった。マジか。これはね、ありえない。なんてやめるから、もっとガツいね。こらもうないよこれ。あ、こらロック野郎。あ、世の中舐めとったら出てまうだよ、こらロック野郎。これやからロック野郎はムカつくの。いや、ロック野郎にもいろいろ。どうさ、なんでこんなとこ座ってる。え、これ仕事？え、あの、靴磨きですよ。え、靴なんか磨いて商売なんの？ええ、まあ、あ、やりましょうか。え、いや、これ、ええの？どうぞ。え、あ、そう？いきなり、なんとも地味な二人の出会いから始まりましたね。でも、なんとなく、頭の中に入れておいてくださいね。さて、一方のロック野郎はどうしてるかというと、ロックじゃない気がするけど、ボソロバみたいな感じだけど、溶けちゃうね、溶けちゃうね、溶けちゃうね。この時間が永遠に続けばいいみたいな。山形から帰ってきて以来、この男ご機嫌絶好調なのです。幸せだな。あらさん、何があるの。うるさい、声でかい、動きもでかい。ロックってそういうもんすよ、アナさん。知るか。うるさいですか。そうですか。じゃあ、何何なんて書いたのよ。そんな恥ずかしくて言えないです。はぁ、何それ気持ち悪い、変態。そんなロックってそういうもんすよ。ね、ロックふうこさん、なんとかしてください。私、いやだ、めんどくさい。めんどくさいって何ですか。いいじゃない、平和なわけだし、暗いよりですよね。伺いますけど、なんでそんなにご機嫌なわけですか。だっていい感じですから、いろいろ。だから何がよ。ほら、楽しかったし、山形旅行。はぁ、俺の田舎を花さんに見てもらえたし、ばあちゃんに待ってもらえて幸せでした。おい、違うねえか。なんか由美ちゃんもね、感じるかと思うんですよ、山形の空気もね。はい、嬉しかった。はい、ちょっとこの男、なんとかして。あのさ、そもそも山形は旅行じゃないよね、あれは。え、なんですか。あんたが勝手に海を連れてって、私が取り返しに行っただけだよね。いや、まあそうですけど、結果的には旅行になったわけですから。ねえ。ねえって、あんたバカか。はい、基本的には。あのね、勝手に記憶を自分に都合よく作り変えないでくれる。楽しかったじゃないですか。全然。あ、かよさん。何、まだなんかよ。ずっと気になってたんですけど。気にしとくだけにしといて、そのまま。そもそもあれですか、かよさん、ずっと部屋で絵とか描いてるんですよね。どんなの描いてるんですか。え、教えない。バイトとかはしてないですか。仕送り。へー。大してお金使わないから、仕送りだけで生きてるの悪い、生ぬるい人生で。すみませんね。いや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 、だね、一択。自分が絶好調だと人のことまで心配になるんだね。そういうことですかね。何を感じ悪い。しおくー、ちょっと福士君は順調ですか、勉強の方は。国家試験がありまして、上に行くためには必要な資格なんです。国家の試験ですか。なんか怖いですね。福士、
試験。この国の福祉を前進させるためには国の中枢に入って法律を作って地道に歩むしかないんです。地道。イライラするな、そういうの。え？みんなちゃんと現実の中で生きてますよ。あなただけですよ、そんなの。すいません。それにそれ意味ないですよ。その手書き文字意味ないです。え？あのですね、僕は本当嫌いなんですよ、あなたみたいなバカが。何かを成し遂げようとするならちゃんと学んだらどうなんだよ。ちゃんと学びもしないでさ、俺はバカなんてこんなことしかできなくてみたいなこと言うんだよ。あんたみたいな人はさ、その思いつきとか直感の方で実は真理をついてるんじゃないのみたいなことを平気で思ってる。それが許せないんだよ。分かんなかったら分かんないまま済ませるな。自分がバカだと思ったらバカじゃなくなるように努力しろよ。本当腹立つんだよそういうの。でもってバカな自分が結構好きだったりするんだな。あの、あんたさ、海ちゃんの面倒を見るにあたってどんだけ調べたの。どうせあれだろ、漫画版奇跡の人とか映画とか見てすげえサリバンとか言ってさ、その程度だろ。で、それ真似してるだけだろ。違う。いや、それはそれが間違ってるって言ってんだよ。え、間違ってるの？あんたの捉え方だよ。福士君。はい。もうちょっと優しく言おう。いいですか、奇跡の人はね、確かに実話です。実話を元に作られています。だから嘘じゃないことは確かです。でも本も映画もそうでしょうけど、美しく話を作ってるわけですよね。だから現実はそんなに簡単じゃないです。はい。それなのに同じようにすればうまくいくんだっていうのはおかしいし失礼だと思うんです。一人一人ケースは全部違うわけで、何もかも一緒くたにしてこうすればいいんだっていう福祉じゃダメだと思うんです。わかります？はい。海ちゃんの場合、一択さんがずっとやっているその手書き文字じゃ何も伝わらないと思います。全く意味がない。無駄。意味ない。無駄。物には名前があるんだということを一択さんは教えたいんだと思いますが、それはもちろん正しいことですけど、海ちゃんの場合、物には名前があるの、物がそもそも理解できてないわけですから。つまり海ちゃんのことを想像するとき、自分から視覚や聴覚がなくなったときのことを想像してしまうわけです。だから怖いんだろうなとか不自由だろうなと思う。だから触ったものが何なのか教えてやろうとする。でもそうじゃないんです。海ちゃんはこの世界自体を認識していないわけです。世界そのものを知らないんです。この世界にはいろんなものがあるということを認識していないのに。それなのに名前と言っても無理ですよ。文字というものがあることさえわからないんですから。もし仮に名前を教えるのだとしたら、手話の方が分かりやすいかもしれません。うん。椅子。テーブル。仮面。形や動きがある分意味を伝えやすいと思います。勉強してくれたんだね、ありがとう。そんな。さすが福士君だね。これダメなんすか。まいったなというわけなのよ。まいったね。もうまいった。今それ言うでしょ。でも寝れないけどね俺。今度はこれ。朝一択。
あ、いや立派だとは思うんだけどさ。いやいや、そんなこと、そんなことがしたかったんだっけ。え、俺たちのロックってそういうことだったっけ。ばばちゃん、ずっと東京にいたのはそのためだったっけ。あらららら、固まっちゃったよ。一択、一択がやってることってさ、要するにかわいそうな女の子を助けるって話でしょ。いや、わかるけどさ、言ってたじゃん、ばあちゃんに一度ぐらいは人の役に立てってだっけ、言われたって。それがその答えなの。ダメ、ダメとかじゃないけどさ、そんなんだったらいつでもできたでしょ。なんか違わない、自分にしか、亀持ち一択にしかできない何かを探して模索してるんだと俺は思ってた。そうだけど、今の一択見てると俺は逃げ道とか言い訳見つけてホッとしてるように見えんだけど。そうなのかな。出た、俺もなのよ。俺田舎帰ろうと思ってさ。え、なんで。お袋一人だったんだけど、最近病気して弱ってんだよね。だから俺が帰って介護することにした。そう決めた時ホッとしたんだよな。どっかでもうできもしないこと考えなくて済むなって。諦めるのを親のせいにできるなって。いや、目に浮かんだんだよ、もっとおっさんになってさ、田舎でさ言ってんだよ。俺東京でいい線行っててさ、結構注目とかされてたんだよね、知人として。でも親は捨てられないしね。あのまま東京にいたらどうなってたんだろうな。超有名人だったんだろうな。一緒じゃね。まあ仕方ねえよ、負けたんだよ世界に。負けどころか、どうやって戦うかも決められなかったからな。な、え、泣くの、よせよ。そんな顔したら俺もっと泣いちゃうよ。バカちゃん、見たくない。え、どういうことばあちゃん。退院したらな、三浦のな、妹のとこに来えへんかって言われてて、行こうかなって思ってんの。なんで。だってまさしとは離婚したんやろ、はなちゃん。そりゃそうだけど、そんなの関係ないじゃん。ずっと一緒に生きてきたんじゃん私たち。関係ないことはないよ。なんでそんなこと言うの。退院はできても、もうお前みたいに動かれへんわ私。海ちゃんの面倒も見られへん。そんなのさ、あかん、あかんの。私はね、まさしがいきなりおらんようになってもうて、せめてあんたの役に立ちたくて。でも役に立つどころか、かえって負担になるの私の存在は。それはあかんわ。疲れたわ。もう静かな場所でのんびりしたいの。
家族だって思ってたのに、私の家族だって思ってたのに、本当のばあちゃんだって私もよよかったな、ええ人たちに出会えて。アパートの人たちの話してる時の花ちゃん、とっても楽しそう。自分の家族の話してるみたい。正しいと思うんですよ。さすがだなと思うしね。でもね、つまんないんですよね、それじゃ。何がつまんないの？つまんない現実よりかもしれない嘘っていうか夢の方が楽しいっすよ。福士君の言う通り、みちゃんにこんなこと言いましても無駄かもしれないですけど、でもひょっとしたらってことがあるかもしれないじゃないですか。そっちの方が楽しいですよ。一択もちゃんと成長してるんだな。前だったもうあーダメーって1年ぐらい寝て過ごしてたもんね。いやいやいや、1年ってことは2年か3年バカだよね。やるなって言ってるんじゃなくて、効率が悪いから他のやり方勉強しろって意味なのにね。なんかああいうやつってちょっと腹立つよね。世界をシンプルに捉えててさ、ムカつく。でムカついた自分が汚い気がして落ち込む。ちょっと待って、はい、はい、お、風子、こうやるのか。風です。ただいま。あ、おかえりなさい。おかえり。今度は手話だってさ。あんたさ。はい、何でしょう。車の運転できる？免許持ってる？持ってないだろう、この顔じゃ。顔関係ないじゃないですか。てか持ってますよ。持ってるの？うん、嘘つくな、見え張るな。いや持ってますよ。田舎に地主までいたやつはみんな持ってますよ。生きていけないですか、車の運転できないと。あ、なるほど。花ちゃんは？私？
私は運転できますよ。っていうか超うまい。でも免許は持ってない。あら素敵。それってどういう選手なの？うるさい。運転手して。車は借りるから。ばあちゃんを送り届けたいな、海と。金持ち一択様、運転はお父様は一人でよろしいですか？はい、パパだけでお願いします。かしこまりました。パパ、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 ネーロ。あ、どうも。あの、お勤めご苦労様です。は？刑務所出てきたわけじゃないんだけど。あ、そっか、すいません。あんたが一択さんやね。お話は伺ってます。まいったな。どうせどうしようもないバカだって話ばっかりですよね。そうやね。早く車に乗りたいんだけど。あ、はいはい、ありがとう。海ちゃん、海ちゃんや、海ちゃん、あ、おっしゃ、海ちゃん、ばあちゃんやね、ばあちゃんやね。大丈夫ですか？ええ、ばあちゃん変わる？疲れちゃうでしょ、海とだけ。こう一人いたい。うん、分かった、行こう。はい。あ、今窓開けてます。うん、海ちゃん風とか好きだから。うん、あ、それからどこ触ってもドア開いたりしないようにロックしてますから大丈夫なんで。ありがとう。はい、じゃあ出発します。はい。なんか海ちゃん振動っていうか揺れるの好きっぽいんで、揺れたらこう手を上げてやってもらっていいですか？どう？わざと猫ぼこ踏むな。サービスですよ。あー、もう運転めっちゃクソだな。イライラする。乙女の運転か、変わるか。ダメですよ、持ってないじゃないですか免許。うるさいな。ばあちゃん、喧嘩するほど仲がいいのねみたいに微笑ましく見るのやめてくれる？違うから。そうだ、そうなの。何よその顔。いや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 。あ、おおい、今のはまずパスないですよ。余計危ないじゃんかよ、しっかりしろよ。ばあちゃん、だから違うから。だってまさしともそんな感じやったもん。なんだよ、前だけ見ろよ。はい、前だけ見ます。もう花さんたち着いた頃ですかね。どうかしらね。なんか切ないドライブですよね。そうですね。静かですね。そうね、いるとうるさくてうざくて嫌なんだけど、でもいないとちょっと物足りない。なんでしょうこの感じ。家族なんじゃない？Thank you.
ちゃんさ、そういうことなの？何がですか？だって、ね、福士くん、感じてるでしょ？ずっと福士くんのことチラ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 、ねえ、ねえ、ね、お願いがあるんだ、福士くん。福士だけど。あなたの体に興味があるの。え？あなたの裸の体を私にしばらく貸してほしいの。お願い、お願い、すっごい魅力的なの、とってもいいと思うんだ、きっと。まいったな。最近の若者ってこういう感じなんですか？そうね。僕でよければ喜んでっていうか、気持ちは、まあ、同じと言いますか、僕もっていうか。本当にいいの？あんまり自信はないですけど。ありがとう。すごいな、最近の若者。そうね。じゃあ早速お願いできるかな。場所は私の部屋で。今からですか？うん、なんかいいものが描けそうな気がするんだ。描くって何を？だからラタイガのモデルになってもらうって話だけど。は？私は分かってたわよ。じゃあ何だと思ってたの？いえ、だって太陽ちゃん、今の自分の発言を、絵を描くということを取り除いて思い出してごらん。ただいま回想中、ただいま回想中。やらしい、スケベ変態。誰がだよ。誰って、私？あれ、もう一度回想中、もう一度回想中。気持ちは同じって言わなかった？え、分からずも恋の告白。いや違うでしょこれ。なんだよこれ、ありえないでしょ。何それ、何それ。だって何？私のことそんな目で見てたなんて。いやだから違うって、おかしいでしょこの流れ。やらしいし、だってうわ、人の会話ってこういう風に踊るもんなんですね。まあ私は予想通りだったけどね。で、どうするの？脱ぐの？脱がないの？え？いいっすよ、別に何もないですから。脱ぎますか？私の部屋でお願いします。ポーズいらない。あ、はい。脱いで早く。無理です。この辺りにしてと。あ、海の方なんですね。そうみたいね。海ちゃん、本当の海には？
教えたくなるじゃん。教えたくなるでしょ、行ったら海に、これが海だよって、あなたの名前なんだよって。でも分かんないじゃん、自分の名前なのに分かんないじゃん。そんなの悲しいでしょ、嫌でしょ。だから行かないようにしてた。そうですか。絶対海近いです。しょうがないよ、死ぬまで行かないわけにはいかないし。日本は狭い島国ですからね。はあ？あ、すいません。花さんはやっぱり笑った顔が可愛いんでしょ。知ってる。安いセリフだね。これ好き？お、大好きです。うん。私も。うん。うん。あ。ほら。すごいね。頑張れ。ありがとう、いったくさん。あ、いえ。花と海、よろしいお願いします。はい、命かけてお守りします。これから先は花ちゃんだけお願い。え、海ちゃんを連れてくとな、向こうの家族がな、悪い人たちとちゃうねんで。せやけどありきたりの反応をしはるの、かわいそうに、育てるの大変やろって言わはるの。私そない言われるとなんや頭にきてまうねん、嫌いになってまうねん。あかんやろ、これから一緒に暮らす言うのに嫌いになっては。せやからな、海ちゃん、楽しかったで、海ちゃん。おおきに。元気にしてるんやで。花ちゃん、お願い。うん。花ちゃん。はいはい。よしよし。花ちゃん、しょっぱい海で、海か、うん、海、うん、靴を脱ぎましょう、靴を脱ぎましょう、ちょっよっ、およし、うん、うん、おおおい、おお、
よし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 、花さんはさ、そんなの辛いって言ったけど、俺はそうは思わないよ。確かに分かんないかもしれないけど、でもそんなつまんない現実より分かるかもしれない嘘の方が俺は楽しいよ。海、ここが海だ。むっちゃくちゃ広いべ。世界中のみんな好きなんだぞ、海が。世界のほとんどは海でできるんだ。その海がお前の名前なんだ。海、海が名前っていうのはな、生まれてきて一番最初にプレゼントされるもんなんだよ。海は花さんからすっげえプレゼントもらったんだぞ。海、最高の名前なんだぜ。海は、そうでみっか。そうそうそう、海、海、先輩、海。ああ、でもさ、分かってほしいな。俺は片思いでいいと思ってたんだよ。海にもさ、花さんにも俺が愛してればそれでいいと思ってた、思ってたけどさ、やっぱ分かってほしいよ。俺も愛されて、いつか海にも花さんにもさ、愛されてるぞ、愛されてるぞ。ちょっと何やってんのよ。そう、バカじゃないだろ。こんなドロドロになっちゃってバカじゃないの。レンタカーなんだよ、汚れたらどうすんだよ。すいません。うわちょっとすいません。花ってどうやんだっけ。え、手話。ああ、あ、こうです。なるほど、やっぱ可愛いね。はーな、はーな。花さん、最初は私の名前じゃなきゃおかしいでしょ。納得で
できないでしょ、最初に一択とか。冗談じゃない。最初は絶対花、一日中繰り返してやる。花、てか帰るよ。8時までに車戻さないと延長料金取られんだからね。分かってんのかよ。はい、すいません。っていうか運転変わるか。乙女運転がイライラする。ダメですよ。行こう。あ、お帰りなさい。お帰りなさい。ただいま。いた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 。切ないお別れのシーンではあるけれど、なんだろう、なんだかちょっと絵にならない。ちょっと、乗るな、乗らないの、閉めるよ。乗ります。よかったよ、東京での友達だくだけだからさ、後味悪くちゃってすげえ後悔してたんだ、ごめん。何言ってんだよ、パパちゃん。楽しかったよね。楽しかったよ。おい、できればそういうことは東京駅とかでやってくんないかな。パパちゃん、いたか。すいません、行ってくよ。誰かに愛されるような人間になれってことだと思ったんだよ。でもさ、両思いっていうのは片思いしなきゃなれねえだろ。だから恋するんだ、ばあさん。恋してる限り俺たち負けさねえんだよ。ラブ&ピース&ロック&スマイルだ。おお、え、あれ、ロジャー、だから路線バスじゃダメだっていうの。どうする、一択。ババちゃん、この締まりのなさ。ババちゃん、どうする。この時、まさかババちゃんが母親に、お前に介護されるほど落ちぶれちゃいない、ただ飯食うつもりかと言われ、あさって戻ってくるとは思わなかった一択なのでありました。